はい、犬笛を吹いて迷惑行為を繰り返す立花隆をぶっ壊すということでよろしくお願いいたします。今回はですね、政治家の個人情報に関するお話をさせていただこうというふうに思います。よろしくお願いいたします。先日、日付としては11月2日にですね、千葉日報というね、地方紙があるんですけども、そこで扱われている記事でタイトルが、市議の住所公開見直し、八幡市ごまきの弟後藤議員ら要望迷惑行為受けたといったようなタイトルになっております。まあ、どのような内容かということを、まあ、私が、ね、説明するよりかはまずは、記事の方を、ね、お聞きいただければというふうに思います。まずはこちらを、お聞きください。八幡市議の住所公開見直し迷惑行為受けたと訴え、ごまき、納刀と後藤議員ら要望。八幡市議会事務局は2日、これまでホームページで番地以降まで公開していた議員の自宅住所について番地以降の表記は任意とする運用に改める方針を明らかにした。8月の市議選で初当選し、芸能活動をしている後藤祐樹議員、37、らが住所公開の範囲を見直すよう市議会に要望し、全員協議会で了承されていた。後藤議員は、当選直後から選挙事務所に健康器具などが送りつけられる迷惑行為が続いたと明かし、自宅住所を公開することに懸念を抱いていた。また、再選した木村幸子議員、47、も SNS に自宅住所と顔写真を晒され批判される被害があったと訴え、両議員が住所公開範囲の見直しを求めていた。議会事務局は議員情報の掲載サイトについて改選後のリニューアルを検討しており、住所公開については両者から要望があったことも踏まえ新方針をまとめ、全員協議会で了承を得ていた。法令では規定なし。八幡市議会事務局によると、自宅住所などの公開範囲について明確な規定はなく、見直しを求める声は近年までなかった。新方針は近隣の成田市も参考にしたという。総務省によると、HP での議員の自宅住所公開に関する法令規定はない。9月には非公開でも問題ないとする通知を各議会に出し、公開方法として、自宅ではなく事務所や議会事務局を選択できる。住所全体でなく町名や地町までなど一部公開を選択できる。との案を例として示していた。という内容になります。まあ、ざっくりとね、振り返りますと、八幡市議会議員の、後藤祐樹議員の、公開している住所に頼んでもいない健康器具が届くといったような迷惑行為が続いていると。でまた同じく、同市の、木村幸子議員が SNS 上で、自宅住所と顔写真を晒され、批判される被害があったと訴えていると。でこの両議員が、まあ、住所の公開などの、範囲を見直してほしいということで、まあね、全員協議会で、まあ、了承されているという話なんですよ。はい。まあ、ひどい話ですよね。てかどっから聞いたような話ですね。てか立花隆がやってたようなことをまんま、まあ、この件に関しては当然立花隆関係ないですけども、まあ、どっかで聞いたことあるな、ああそういえば立花隆がなんか大手屋さんに対してなんかやってたなっていうね、そういうレベルの話なんですけど、で、まあ、先ほどお伝えしたお話の中でも言ってましたけども、まあ地方議員、まあ、今回ね地方議員の話なので地方議員って言いますけども、まあ、地方議員が個人情報を公にしなければならないといった法的義務ってないんですよ。それが大前提なんです、ね、それを大前提の上でちょっとお話をさせていただきますけども、その義務でないものをなぜ、議員の方々が積極的に、まあまあ積極的にっていうか、まあ、SNS とかね、まあ、YouTube とかでは言ってないかもしれませんけども、まあ、ホームページ、
市のホームページとかで積極的にそういった個人情報を出してるかって、皆さんこれお分かりになります？なんでか分かります？まあ理由としては、まあね、地元の、有権者であったり、まあまあ市民ですよね。市民の方々に、よりこう、距離感を縮めるっていう意味もあるし、その市に対して何か意見、要望、まあ、陳情したいという時に、まあね、議員を通してっていう時があるんですよ。で、そういった時に、議員に対してこういう思いがありますっていうことで、まあ、お手紙を出したりだとか、あとはね、電話番号が記載されているのでお電話したりだとかっていうことがあるんですよ。だから、議員としての活動の一環として個人情報を出して、何かあれば問い合わせくださいといったようなスタンスで住所や電話番号を公開しているわけですよ。で、それを逆手にとって悪意を持ったボンクラどもが、住所出てると、電話番号出てると、嫌がらせしてやれ、つって、こんなことをされてしまったんでは、議員活動に支障が出るわけですよ。まさしく今回の後藤議員だったり、なんだっけ、木村議員か。木村議員がもう最たる例ですよ。支障が出てるんですよ。だから今回、八幡市の、市議会で、まあ、全協議会が開かれて、意思統一がされたということですよ、これ。とんでもないことですよ、これ。まあ、犯罪ですしね、実際問題。まあ、どえらい話だなと。で、何度も言いますけども、議員が個人情報を公にしなければならないという義務は全くないんです。で、もっと言うと、まあ、この木村議員で例えて言うと、ね、SNS で、木村議員の批判をされていると、まあ、これ実際問題に批判じゃなくて、名誉毀損とか誹謗中傷のレベルの内容だと思うんですけども、100分ずつってこれ批判だとしましょう。批判だったとしても、顔写真はいいとしても、なんで自宅住所を晒す必要があるのって。おかしくないですか？批判だけだったら別にね、その木村議員の名前であったり顔写真だけでいいじゃないですか。なんで自宅住所を晒すの？そこに悪意があると言わざるを得ないでしょ。で、なんで後藤議員に対してはこれ頼んでもいないものをね届けるのか。これ後藤議員に対しても迷惑だし、この健康器具を売り出している会社にもこれすごい迷惑ですよ。多大なる迷惑ですよ、これ。まあ迷惑ってレベルじゃないですね。まあこんなことが許されていいわけがないんですよ。だからどん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 ね、閉鎖的になるし、公に従わなくなっちゃうんですよ。性善説がもうね、まかり通らなくなっちゃうんですよ。こんなことは許されていいわけないと。はい。で、どっかのバカがね、公になっている情報なんだから、晒して何が悪いと。ね、犬べえじゃないとか言ったらボンクラがいますけども、バカかと。公になっている情報だ、なおさら、なぜお前がそれをわざわざ強調する必要があると。住所、名前、電話番号、その他もろもろ。お前が強調して、伝える必要は何がある。そこの裏には、そこの心理には、そこの心理に何があるんだってことになるでしょうよ。まさしく奇弁、そしてペテンですよ。はい。まあこういうね、常識のないバカが、こういうバカ丸出しの行動をすることによって、多大なる迷惑を被るのが真面目にちゃんとやっている議員ですよ。政治家ですよ。ね、真面目にちゃんとやろうと、仕事をしようとしている政治家の足を引っ張っているバカを応援しているようなボンクラも、本当に救いようがないと言わざるを得ません。まあ、ちょっとね、こういった記事を見て思うことがあったので動画にさせていただきました。はい。政治家である前に一人の人間です。やっていいことと悪いことがある。当たり前でしょ？それがわからない人間は、政治の世界に関わるべきではない。以上です。立花詐欺師をぶっ壊す。